ダメだ。いきなり朝礼とか。どうせ前の飛び降りのことでしょ。言われなくても自殺なんてしないっての。変な予告状もあったし。朝練中止でラッキーだよね。長い話だったら倒れそう。全校朝礼を行います。先日痛ましい事件が起きたのは皆さんもご存知の通りです。幸い一命は取り留めたと聞いていますが、回復にはまだ時間がかかるとのことです。君たち未来ある若者に今一度考えてほしいのは、鴨志田先生どうしよう。私は生まれ変わったんです。だから皆さんに全てを告白しようと思います。何あれ。マレー部なんかしたのか。私は教師としてあるまじきことを繰り返してまいりました。生徒への暴言、部員への体罰、そして女子生徒への性的な嫌がらせ。鈴井志保さんが飛び降りたのは私が原因です。私はこの学校を自分の城のように思っていた。気に入らないというだけの理由で退学を言い渡した生徒もいます。もちろんそれは撤回します。何の罪もない青少年をひどい目に遭わせて、私は傲慢で浅はかで恥ずべき人間、いや死んでお詫びします。鴨志田先生、とりあえず降りて。解散、解散。私は逃げるな。志保だって死にたいほどの事件の続きをちゃんと生きてる。あんただけ逃げないで。その通りだ、全くその通りだ。私はきちんと裁かれ罪を償うべきだ。私は高牧さんにもひどいことをしました。鈴井さんにポジションを与えることを条件に高牧さんに関係までも迫りました。キモすぎ。ポジション出しとかひでえな。かわいそすぎ。噂デマだったんだ。今日限りで教師の職を辞して自首いたします。どなたか警察を呼んでくれ。警察マジで捕まるの。すげえ。朝礼は終了します。解散。これ予告通りじゃね。怪盗ってマジだったってこと。鴨志田がなんかされたのか。いやこ、でも死んで詫びますとかバレそうになったんじゃない。何がわかんねえけど鴨志田これマジなやつなの。いきなり自首とか意味わかんないけど。バレ部どうなの。マスコミとか来ちゃうんじゃない。これ大騒ぎ。教室に戻りなさい。本当に心が変わったみたいだな。でもこれで良かったのか。そうだよな。けど展開が急すぎっつうか。なんだ高牧さん。ごめん。え、俺たち知ってたのに見て見ぬふりしてた。高牧さん、私誤解してて。私全然知らなくて。鴨志田に無理やり迫られてたんだね。謝りたいって思ってる子ごめんね。ううん、いいの。私だってそれに全部済んだ話だ。おいそこ早く。じゃあ君にも本当に悪いことした。いつか埋め合わせするから。
心が変わったのは。どうも。つか、よかったじゃん。いいよ、私のことは。鴨志田に志保のこと謝らせてやった。私それだけで。なら早く報告してやれよ。ビビったわ。マジで改心だったな。運よく廃人化もなかったし。パレスが消えても廃人化が起きないってことだろ。なるほど。シャドウが死んじまう前に説得、そうすれば廃人化は起きないってわけだ。つまりちゃんと自白だけ狙えるってことだな。面白いじゃねえの。声でかいから。大丈夫だって。つうかどうだった。シホ、意識戻ったの。マジか。少しだけだけど話せた。鴨志田が自分のしたことを認めたよって。シホ、私にごめんね。私が志保のために鴨志田に媚びてたの。謝りたいの私の方なのに。悪いのは鴨志田だぜ。そうだね。志保のお母さんがセクハラとか自殺未遂とか、志保もそうしたいって言った。寂しくなんな。でも私もそれがいいと思った。いつだって会えんだろ。私も変わんなきゃ。にしてもお前、鴨志田のシャドウよく我慢したな。私はただ鴨志田に直接謝らせた。安堵のは優しいんだよな。クズ相手でも廃人化は寝覚めが悪いか。いや違うけど。改心させた方が復讐になるなって思って。あいつのしたこと考えれば生きてる間永遠に頭下げ続けることになるじゃん。世の中死ぬより辛い罰もあるなって思う。怖っ。まともかく。そういや一つ気になってんだ。あんな変な異世界がなんで鴨志田にだけあった。別にあの鴨志田に限ったことじゃない。欲望で心に歪みが起きてるやつなら誰でも。確かめてみるか。今はいい。しばらくはおとなしくしてねえと。ま、パレスでやったこと調べるなんて。そのことだけど、あんたたちもう変な噂立てられてた。結託して鴨志田に暴力まがいの脅迫したって。さすがに回答が実在するなんて。予告状は鴨志田の悪事を知ってた誰かのいたずら。そりゃそうか。やった本人でも信じきれてねえし。ひとまず今後のことは。とりあえずこのメダル、こんなのとっとと売っ払っちまった方がいいだろ。お、出たって3万金メダルの価値って3万かよ。覚えてる？中学の時に貸したお金。いや、3万も借りてるわけねえだろ。利子がついてたらこんなもんじゃない。おい、誰も全部もらうなんて言ってないでしょ。てか何年も返さない方が悪いし、借りたものは返すって常識だし。くそ。事態を見守ることにはしかしな。我が輩を巻き込んでおいてさ。こんなきめえ金なんて。回答の相談は美食の席でと決まっ。ちょっとそれ、まあいっか。だったら行きたいところがあるんだけど。どこだ。志保と行きたいって前から言ってたとこ。俺は借金あるし。もんお前も。我が輩も安堵のに任せる。じゃあ後で確認しとく。いつ行くよ。早速明日にでも繰り出す。連休の最後にしない。次の日からの学校生活に備えて勢いつけるって意味で。